大谷翔平結婚について語る、呼び捨てじゃなくてさん付けですね、独占インタビューという記事に対するネットの反応、男性は比較的見たいものや一緒に楽しめることが多い女性に惹かれる、好きなものが同じでなくても、彼女は小説が好きでよく読むタイプだが、男性は読まない、彼女が作ったドライカレーが美味しかった、彼女は2歳以下で。 男性は30歳。NUMBR のインタビューあるから囲み取材の時答えなかったのか。この記者の方とは信頼関係があるからここまで話したんだろうね。スポーツ雑誌だしね。週刊誌相手には話したくないわな。結局誰なの田中真美子さん ?2 歳以下だから年齢は合ってる。メジャーリーガーが妻を永遠に隠すなんて無理だろうからそのうち確定するでしょう。松井秀樹は2008年に結婚して、未だにバレてないじゃん。出典 www.sponichi.co.jp。Www. 松井がいるだろう。探られたいのか探られたくないのか。奥様会に参加したらバレるんじゃないのを。ボランティアとかやるんでしょう。完全な一般人でないなら隠すの無駄な気がするんだけど。結局美味しい手料理答えるんかい。相手が誰でも幸せなら良いとは思うよ。この前の会見よりも答えている感じだね。オリンピック関係で出会ったのかな 一緒にいて楽しい人なんて最高じゃん。末永くお幸せに。ハブはアイドル売りとファン層を考慮して隠すのわかるけど、大谷が隠す意味なに、野球は奥様会や奥様が票に出なきゃいけないイベントもたくさんあるのに。このナンバーの記事見たら奥さんをお披露目する密着取材とか独占で契約でもしてるのかなと思えてきた、情報こだしにしてるあたり徹底的に隠す気はなさそうだし。この前のインタビューより詳しく答えてる。 消されたインスタ見たことある人いるんだろうか通話しながら、ね、と振りリ感たりしてんのかわいいね。一般人なら発表しないのはわかる。それならそうと言ってくれ。噂の人は引退したけど一般人ではない気がするがどうなの周りが否定しないから確定なんでしょう。芸能人もだけど引退したら一般人です。じゃあ今後も発表はしないしパパラッチに追いかけ回されるんだね。ハブさんの二の舞にならないでほしい。どんなコネがあって取材できたんだろう もう滅びる人種の断末魔の叫びかな。特選インタビューがあるから囲み取材はうやむやな感じやったんやね。結婚した男に興味ないね。彼女の方が最初の出会いを覚えてる。もちろん大谷さんは有名人だから奥さんも覚えてるんだろうけどファンでもあったのかな。付き合いも長くなさそうだし、外出のデートもなしの遠距離恋愛で結婚なんて相手が大谷さんだからか。隠すな、隠すなってそりゃ今の段階でもゲスのカンブリすごいんだからそりゃ隠すわ。 隠すから報道が加熱するって言うけど公表したら間違いなくテレビで朝から晩まで人柄から家族から友達からこれまでどう育ってきた金掘り葉掘り加熱報道されてすごいことになるの目に見えてる。いいな。こういう人に選ばれて大事にされる女性。日本とアメリカで電話しながら同時に再生して VIVANT みたい人生でした。相手の公表は今後もしないのかな。忍びの家の各賢人も喜んでたね。大谷ネタしつこいな。 180cm で相手の女性もでかいから並んだらお似合いだろうね。お二人が並んでる姿を直に見たらテンション上がるだろうけど隣には並びたくない笑い。そこら当たりの下手なモデルなんかこのカップルの隣には並べないでしょう。並べるのは富永愛くらいじゃない笑い。年下でホッとするのはなぜだろう。子供の希望を持てるからでは。 相手の年齢を聞かれてた分っていうところがが付き合いが長くない感じね。運動神経ゼロの私からしたら元プロバスケット選手ってだけでも尊敬。大谷さん VIVANT 見てたのね。私も見てたからそこが共通点だわ。お笑いも好きだし。奥さんの仲間内で嫉妬してる人絶対いるだろうな。やっぱがるの反応を見てると汗だって一流なのね。大谷さんのような歴史的偉人大富豪でも学歴コンプあるのかも。 田中さんはハブ元嫁みたいに叩かれそうにないから早く紹介すればいいのにね。こんなに重箱の隅つついてるのがルミンしかいない笑い。大谷翔平ってど時代ぐらいのしんがりっぽい。結婚っていうのはゴールではなく始まりだからね。シューズなんていらないと思った自分がいる。お幸せに。そしてテレビはもういい加減この話題やめてほしい。報道するならもっと重要なことあるでしょう。スポーティーな女性が体育と言ってたから。 女子力よりは運動神経がいい爽やかな人がタイプなんだろう。ザ。ノンフィクションの婚活の振動さんに似てる。同じ29歳だし。中途半端に情報をこだしするなら名前と略歴くらい本人の口から紹介した方が奥様のために良かったのにね。魔王谷さんが幸せならいいか W。スポーツ選手なんて引退したらただの人でしょ。メジャーの野球って奥様界みたいなのあるからそのうちにがっちり特定されるよね。 里玉井もヤンキースの奥様会の写真あったしね。でもメジャーの司法の大谷嫁だったらが像出さないでほしいとか契約するのかな。結婚した途端叩くのか。逆に結婚で叩かれなかった人見たことない。それがガルチャンミン。ずっと繰り返されてきた歴史。ガルはずっと大谷アンチ多いよ。まあとにかく大谷くんのお相手がズいでなくてほんとよかったわ。この人なん。教えて文春。素晴らしい DNA でお子様が楽しみだわ。 とは今の時代は言わない方がいいのかな結局田中真美子さんだったの彼女の誕生日12月11日にドジャースと契約。オフシーズンに彼女の誕生日を祝った。プレゼントはシューズ。もう田中さんだと悟ってというばかりだしマスコミ対応のインタビューではそっけない感じだったけど愛してるんだなって伝わる。ドジャースの契約は9日。嫌だから正式な発表は12月11日なんだよ。 発表で契約じゃないじゃん。そもそも女子アナは全てが安っぽすぎる。大谷くんの横に立ってドジャース選手のあの金髪のモデルみたいな奥様方の集団の中に入ることができるスタイルの女子アナなんかいない。囲み取材の文句言ってる人たち怖すぎる。大谷の結婚や対応が絶賛されてて悔しいんだろうな。 結婚した途端本人に対してもシュート化して手のひら返したように荒探しし始める人の集まりだから願、ね、るって。そこしか文句が言えないからサダブリュー。妻になりたい人生だった。社ーコみたいな人じゃなくてよかった。照れ隠しで不機嫌な雰囲気出す人いるからそういうタイプなのでは。アイドル、女子アナだったら炎上してただろうな。バスケは本当に運動神経の高い人の集まりって感じ。学生時代はバスケ部とか憧れの眼差しで見てたよ。日本ではバレエの方が上。 人気もある。文句のつけようがない人だね。大谷さんはずっと順調な人生を歩むんだろうね。やっぱりお母さんの希望通りに女子アナとか女優ではなくアスリート女性を選んだのは好感持てるわ。まあ田中さんなんて好みのタイプに当てはまりすぎてて出会ってすぐこの人しかいない。ってなったんだろうね。お母さんにも雰囲気が似てるし、田中さんは周りの人はくだれにでも優しい人らしいし、嫁選び完璧すぎる。 身長180なのに可愛らしい顔してるよね。馬面じゃなくて、かなり珍しい。大谷自身が結婚についての詳細や相手を発表しますとか言ったわけでもないのに、勝手に明日にはわかる。とか勘違いしてただけじゃない。大谷だるどころか2年目の藤波も英語話しているよ。